本日も切り抜き動画のご視聴ありがとうございます。本要約チャンネルの竹部です。本日はスティーブン・ R ・ガンドリー先生が書かれた死ぬまで若々しく健康に生きる老けない食事という本の解説動画より、腸がボロボロになる悪玉菌の3つの大好物という部分をピックアップしてご紹介していきたいと思います。とても重要な知識になっておりますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは切り抜き動画スタートです。世界的に権威のあるネイチャー誌に掲載された最新の研究結果によると、遺伝子よりもその人の腸内細菌の構成の方が血糖値や肥満といった多くの健康状態を左右する要因になることが示されています。腸内細菌は消化吸収に影響を与えるだけでなく、お肌のキメやホルモンバランスなど体のあらゆる部分の健康と寿命に影響を与えているんです。腸内細菌は私たちがいかに健康な状態で長生きできるかを決める上で非常に重要な役割を果たしているんです。しかし人間にも善人と悪人がいるのと同じようにですね、腸内細菌にも良いものと悪いものがいるんです。皆さんもご存知の善玉菌と悪玉菌であります。腸内環境を健康な状態に維持するためには何よりもまず悪玉菌を体から追い出してやることが重要です。悪玉菌を追い出して善玉菌を増やせるような環境を作って初めて健康長寿の土台が完成するんです。そして私たち人間が食べ物をエネルギー源にして活動しているのと同じように、悪玉菌もまた私たちが食べたものを活動源として働いています。つまり腸内細菌が正常に働くか否かは私たちが悪玉菌の好物を食べないことにかかっているんです。そこで二元では善玉菌が死滅して腸がボロボロになる悪玉菌の大好物をご紹介していきたいと思います。安心してください、そんなに量は多くありません。これからご紹介する決して食べてはいけない食べ物はわずか3つで、1人工甘味料、2リンゴ、3牛乳、これら3つです。これらを避けるだけで腸内環境を乱す悪玉菌が駆逐され、あなたの体に善玉菌パラダイスが訪れることでしょう。それでは一つずつ取り上げて解説していきます。まずは1つ目の腸がボロボロになる悪玉菌の大好物、人工甘味料から解説をスタートしていきましょう。さて砂糖や果糖といった単糖類は悪玉菌の大好物であり、甘いものを食べれば食べるほど私たちの腸内環境は汚染され、若さや健康が損なわれていきます。それだけではありません。悪玉菌のみならず癌細胞もまた糖を好みます。甘いものを食べるというのはご自身の体内に潜む悪玉菌や癌細胞にせっせと餌を与えているのと同じことなんです。さらに腸内環境にとって快適なのは天然の糖類だけではありません。スクラロースやアスパルテームといった人工甘味料もまた腸内細菌のバランスを乱し悪玉菌を優位にさせてしまうんです。ある最新の研究ではスクラロースを摂取するとそれが本当の糖でないにもかかわらず血糖値とインスリン値が上昇するということが明らかになったんです。さらにスクラロースは毒性化合物に変換されて数週間にわたって私たちの体内に残留することも分かっています。また人工甘味料は体重増加を促します。これは人工か天然かにかかわらず甘い物質が舌に付着すると舌の受容体が反応して私たちの脳に甘いものをもっと食べろと命令するためです。体の奴隷である私たちの脳はこの命令に抗うことができず甘いものへの欲望のループに陥り肥満の坂を転がり落ちていくというわけなんです。このようにね、人工甘味料は本物の砂糖と同じ快楽信号を脳に送るように設計されております。しかも本物の砂糖とは違って食べてもカロリーが得られないため脳は騙されたと感じ砂糖が届かないことに怒りを覚えます。すると脳はどうするでしょうか。体にもっと糖分を取れと命令するんです。そうなればあなたは肥満に向かって一直線でしょう。それが嫌ならば人工か天然かにかかわらず甘いものは控えるようにしたいものなんです。それでは次2つ目の腸がボロボロになる悪玉菌の大好物リンゴについて解説していきたいと思います。さて
リンゴに整腸作用があるというのはよく耳にしますよね。確かにリンゴに含まれるペクチンという物質には消化管を鎮静させる作用があります。ですがペクチンを上回る量の別の物質が腸内環境をめちゃくちゃにするとすれば、もう誰もお腹のためにリンゴを食べる人はいなくなるでしょう。その物質とは他でもなく糖分です。中くらいの大きさのリンゴ1個には19g、つまり小さじ5杯分の糖が含まれています。リンゴ1個を食べるごとに私たちは悪玉菌に小さじ5杯分の餌を与えているのと同じなんです。悪玉菌が大好きな果物はリンゴだけではありません。皆さん大好きブドウも悪玉菌にとっては最高の、腸内環境の観点からは最悪の果物であると言えます。新鮮なブドウ1カップにはおよそ 23g の糖が含まれており、これは小さじ6杯分の砂糖に相当します。ブドウは決して健康的なおやつではなく、触れてはいけない砂糖爆弾だったんです。またマンゴーも非常に危険な時限爆弾だと言えます。平均的な大きさのマンゴーにはなんと46g、小さじ12杯分もの糖が含まれております。ですが未熟なマンゴーにはオリゴ糖が含まれるため善玉菌の餌となりおすすめです。熟す前であれば食べて良い果物としてマンゴーの他にバナナや洋梨が挙げられます。とはいえ熟す熟さないにかかわらず決して食べてはいけない果物もあります。それはパイナップルです。パイナップルには1カップにつき 16g、 小さじ4杯分の糖が含まれております。パイナップルを食べるときあなたは敵である悪玉菌に最高のプレゼントをしているんだということをぜひ肝に銘じておきましょう。それでは次3つ目の腸がボロボロになる悪玉菌の大好物、牛乳について解説していきたいと思います。さて牛乳に含まれるベータカゼイン A1 の危険性については、このチャンネルをご存知の皆さんならばすでにご存知かと思います。ベータカゼイン A1 は免疫系の誤作動を引き起こし、私たちの腸に炎症を引き起こします。こうした反応は牛乳を飲むときのみならず、牛の乳で作ったミルクやチーズを摂取したときにも起こります。今流行りの乳糖不耐症を訴える人の中には、実は乳糖ではなくてベータカゼイン A1 不耐症に苦しんでいる人も多くいるはずだと著者は言っています。ですが乳製品好きの方は落ち込むには及びません。ヤギや羊、水牛、そして一部の牛にはベータカゼイン A2 という別のタンパク質を作っているものがあり、そちらは体に良いんです。つまりね、手に取る商品を正しく選択することさえできれば、大好きな乳製品をお腹いっぱい享受することができるというわけなんです。嬉しいことに最近ではベータカゼイン A2 製品もスーパーの棚に並ぶようになりました。ベータカゼイン A2 が豊富な牛乳は A2 ミルクと呼ばれ、消化管に炎症を起こしづらく吸収が良いミルクとして今急速に広まりつつあります。ベータカゼイン A2 はヤギや羊、水牛の乳に含まれるほか、フランスやイタリア、スイスなどの輸入チーズにも含まれます。ワインのつまみにどうしても乳製品が食べたいときは、そういった商品を手に取るように心がけましょう。さていかがでしたでしょうか。腸内細菌のために食べてはいけないものはそれほど数が多いわけではないとわかるでしょう。これならば気軽に実践できそうですよね。それでは2限の内容をこの辺でまとめておきたいと思います。ポイント1、単糖類は腸のみならず皮膚を含むあらゆる場所にいる悪玉菌にとって最高の餌となる。人工甘味料に至っては腸内細菌のバランスを崩すだけでなく、毒性化合物に変換され脳を混乱させて肥満を誘発する危険性がある。ポイント2、リンゴやブドウ、パイナップルといった果物には多くの糖が含まれるため腸内環境に悪影響を与える。ただし熟す前のマンゴーやバナナ、洋梨にはオリゴ糖が含まれ善玉菌を育ててくれる。ポイント3、牛乳や乳製品に含まれるベータカゼイン A1 は免疫系を狂わせて腸に炎症を引き起こす。ただしヤギや羊、水牛、一部の牛の乳には体に良いベータカゼイン A2 が含まれるため、乳製品が食べたいときは A2 製品を選ぶと良い。
さて、切り抜き動画いかがでしたでしょうか。続きが気になるよという方は、概要欄に続きの本編の動画のリンクを入れておきますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。本日はご清聴ありがとうございました。